それでは昇級審査を始めさせていただきますね。ドーンとやっちゃって、正玉水玉通り越して攻玉、いやさ、銅くらいまで行っちゃって。いやそうはいかないですよ。その革鎧やブーツ、新しいものですよね。あ、わかる？結構上等な品でさ、つや消ししてもらってオイラにぴったりなのさ。どうして皆さん同じ依頼を受けてらっしゃるのに、あなただけ最近羽振りがいいんです？あ、それは、その、実は最近ちょっとオイラの実家から仕送りをしてもらって。嘘。え？思考心の皆にかけて、今の言葉は間違いなく嘘。センスライ、カンパの奇跡か。ちくしょう、覗きまともめ。その装備、先日の遺跡探索から新調したようですね。ああ、やっちゃいましたか。偵察って言って一人だけ先行して宝箱を見つけて猫ばばして売っちゃった。いや、そのオイラ、ごめんなさい。まったく困るんですよね。あなたみたいな人がいるから、レイヤーやスカウトの方々が偏見の目で見られるんですよ。ま、初犯ですから。白磁への降格とこの町での冒険者業禁止ですかね。ちょっと待てよ、おかしいだろ。たかが宝箱一つちょろまかしただけでオイラ追い出されなきゃならないのか。はあ、たかがってバカじゃないですか。信用や信頼を裏切るような人は冒険者の資格はありません。こちらは報酬をごまかした罪で降格処分しましたと発表の上、残留でも構いませんが。下手なこと考えても無駄だよ。なあ、頼むよゴブリンスレイヤー。同じ町の冒険者のヨシミでさ。知らん、俺は立ち会い人だ。それ以上でもそれ以下でもない。けどよ、冒険者じゃねえか。いや、だがその冒険者を騙したのではないか。クソが。覚えてろ。お断りします。